皆さんこんにちは。デジタルハリウッド大学の佐藤です。間延びを止めるなプロジェクト、前回引き続き、はい、株式会社コンパスの神野さんにお越しいただきました。神野さん、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前回はね、キュビナの説明をしっかりしていただいたわけですけれども、神野さんこのね業界長いわけな、でも教育は長いもんね。教育長いですね。長いですよね。2012創業で、うん、はい。なんかそのこれまでどんな形でどういう思いで起業して、これからどんなことをしていきたいのかっていうのをねちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、そういえばコンパスに関しては退任をされてないんですか？退任はされたんですか？代表は。はい、代表は退任しています。代表は退任して、エヴァンジェリストとして、うん、エヴァンジェリストになった、はい、で、今は小学館さんでしたっけ、はい、に一緒にやることパートナーと組むことになったということですよね。はい、もともとどういう経緯で立ち上げられたんですか？それこそ立ち上げは2012年なんですけど、うん、その前の年までその2010年2011年って私のシリコンバレーの方で会社やってまして、うん、でその時にその本当にこのディープラーニングとか AI っていうものがドーンとちょうど来た年 で、うん、でそれでその AI がもたらす未来みたいな形でこうシンギュラリティが起こるなんてこともまた言われた時代だったんですね。でその時にそのシンギュラリティっていうのは本当に2045に起こるかどうかはさておき、それだけその未来が変わっていくんだとすると、そこの未来に生き抜く子どもたち自体がそのことを知り、その時代に対応する形で教育を行わないと大変なことになるなって思いまして、それでその2010年に日本に帰ってきて、その学習塾を作り、子どもたちに未来のことを伝えたいっていうような活動を始めたっていうのが、まあ、そもそもこの業界に飛び込んだきっかけではありますね。ね、なんかいろいろね僕らも設定買ってやってね、はい、何年でしたっけ？2014年じゃないですか、うん、に、インキュベーションプログラム、そうです、そうそうそう、あの新宿であった3ヶ月ぐらいコメンタリングしていただいて、うん、でその後こうピッチコンテストみたいなものにちゃんと参加させてもらうっていうような、エドテックベンチャーの、はい、あのインキュベーションプログラムですよね、はい、そこにメンターで僕もいまして、はい、で神野くんが入ってきたって感じでしたよね、はいはい、あの頃ってどうでした？ここまで行くと思ってました？ここまで作れると思ってましたか？どんな感じでしたかね、まあ、あれ2014年ね、うん、そうですね、当時の方が勢いがあったかもしれないですね、自分にどうして絶対成功するとしかなんか思ってなかったっていうか、なるほど、なんかわかりますかね、うんうんうん、ギラギラしてたねもっとね、若い力があった感じはしますけど、ずいぶん年老いたなみたいな、ここ何年、6年で年老いました当時の方が何も、いや今考えると、うん、よくその領域にそんな勢いで突っ込むなみたいなって思いますけど、そう、うん、まあそう見えましたね一番ギラギラしてたから、うん、そうでしたね。何個別最適かってみたいな、アダプティブラーニング何っていうの時代じゃないですか、そうだね、当時なんて、うんうん、僕もだからあの当時そういうような教材作りたいんだって言ったら、ある某、大手教育会社の、うん、方に、うん、そんな子供たちに時間を作りたい意味がわからないみたいな、子供たちに時間を作って何がしたいのって、うん、バカみたいみたいなこと言われて、うん、みたいな、いや子供たちに時間を作ってあげて未来を生き抜く力身につけるのって大変じゃないですか、何言ってるかわかんないみたいな感じだったんですよ、当時って。だからよく考えたらなんかそうやってその大手教育会社の人に言われても、この人何も勝ってないなと思いながらそこになんかこう突き進めるのはなんかすごいこうなんでしんどいですけれどもね、楽しいですしね、未来を作ってる感がありますよね。すごいなんか若かったのかなと思いますね。でもご苦労も結構あったんじゃないですか？ありましたよ、それこそ、うん、いっぱいありましたね、うん、本当には何から何までですけど、まあもちろんそのいわゆるスタートアップとしての大変さっていうことで言えば、うん、その資金調達したり物を作ったり人もね、人も作ったりねっていうところでのその大変さありますけど、うん、それもみんな等しくあるとした時、じゃあ教育業界特有のっていう意味のその大変さっていうことで言うと、うん、やっぱりその教育論とか教育観っていうものってなんかずっとこう現場に立った先生が語っていいものみたいな雰囲気がやっぱりどうしてもあって、うん、だから先生の特権みたいなね、そう、うん、だからこれそのテクノロジーやってるお前らってどうせ教育のこと分かってない、そういうやつらが語る教育ってなんだよみたいな、うん、やっぱ雰囲気は最初やっぱすごくあったなと思ってて、うんね、でもあの頃から今かなりそのいわゆる
外部要因というかね、環境が変わってきたんじゃないですか、はい、あのその企業が事業しやすいというかね、はい、イノベーションを起こしやすくなった環境に変わってきたでしょ。と思いますね。一つやはりすごく大きかったのは、うん、ソサイティ 5.0 ということを、まあ、政府が言い、それにこうする形ではその経済産業省がやってくれたあの未来の教室と、うん、いう形でもって、その教育ということをもう一回その社会、まあ、ソサイティ 5.0 時代に問い直すっていうようなことをやろうっていう、あの取り組みがやっぱりこの国全体の学校教育から民間教育からいろんな方々を巻き込んで、結果その意識としてこういう ICT っていうところも共にやっていかなきゃいけないっていう、うん、空気ができていったのかなというのは思っていて、うん、そういった意味であれが契機だったのかなっていうのは、うん、僕もあの座長代理、ね、当事者なので、はい、嬉しいです、そう言っていただけると、はい、あのでも、まあね、第1次提言第2次提言を経てやっぱり重要なこの教育改革をする上でのクリティカルなポイントは何かってことを、はい、まあ、みんなで一生懸命考えて、うん、やっぱり提言したもの、うん、でそれがやっぱり、まあ、ベンチャーも含め、あと教育そのものに対してやっぱり重要なポイントとして提示できたのかな、うん、それがあの政府として大きなね、あの石がコロッと転がる瞬間を、まあ、まさに目の当たりにしたという感じがしますよね、はい、その象徴的なのがまさにギガスクールだったりもするでしょ、うん、ね、なんか今後そのなんだろう、退任された後、はい、どうするんですか、なんかその辺のギガスクールとかもすごく注目されてましたよね。まあ、その当時じゃあ2014年とかってまだ20代、ギリギリ20代だったんですけど、うん、その20代の頃私がこう社会を変えるとか、うん、世界を変えるっていう時にやっぱ目の前にあったのってテックだったんですよ、うん、やっぱりこのテクノロジーっていうものをでソリューションを組めば世界が変わるっていうふうにすごい思って、例えば iPad とか iPhone とか、まあ、インターネットもそうです、そういうものが、その Uber とかもそうですね、アプリケーションで言えばそういうのがポンと生まれて世界が一気に変わるっていうのは思いを持ってやってたんですけど、うん、だから僕はこの教育業界に来ても、まあ、今回その僕らがちゃんと作ってきたキュビナさえ生まれれば、うん、世の中は全部変わるっていうふうに思ってたんですよね、うん、だけどキュビナが生まれてそれだけじゃやっぱ変わらなかったんです。なぜかというとキュビナっていうものがちゃんとその学校現場全体に届いていくためには、うん、そもそも学校現場の中にインフラがなきゃいけないし、ね、順番があるよね、はい、だからそういうようなものがなきゃいけないとした時に、うん、それをようやくじゃ今回ギガスクールっていう形で国が全部一人一台、うん、かつその一校あたりに全部その高速インターネットを引くっていうようなことを決めて、それを地方自治体にも呼びかけるっていうところまで来たんですが、うん、それでもっていうのもやっぱりまだ一部の自治体はそこに対しては手を挙げないっていうところが起きている、うんうん、とした時にこのまさに本当に日本を変える世界を変えるためにはその一つのテックから、まあ、一つのテックも大事だし、うん、あとは政治、政府が何を考えていて今度はそれに対して対応する形で自治体は何を考えていて、最後の最後はそこに対する行政職員、さらに学校の先生、うん、で保護者で、あと生徒です。この人たちが全員同じ気持ちにならないとやっぱり本当に何かが変わるっていうことは起こせないんだなっていうふうに思うようになって、なのでこの次の私のチャレンジっていうのは、うん、この本当に教育改革、この国の教育改革っていうことをちゃんと実現するために、うん、本当に今言ったプレイヤーたち全員にちゃんとこのギガスクールの考え方とか、あとはそれ以外の本当にその教育っていうのはどこに向かっていくのかっていうことをみんなとこう議論できるような、うん、そういう装置を、社会的装置を作っていくっていうのが次の私がチャレンジしたいことである、うんうん、まさにこういうね、情報発信もその一つでしょうしね、はいはい、うん、ぜひあの次のステップに行くことを楽しみにしております。ありがとうございます、はい、では今日は株式会社コンパスのファウンダーで今度新しい挑戦をしようとされている神野さんにお越しいただきました。神野さん、ありがとうございました。ありがとうございました、はい。